寝る時間。脚立しっかり押さえててね。頼んだよ。よいしょっと。うん、こんな感じかな。ありがとう。人手が欲しいなって思ってたところだったから、通りがかってくれて助かったよ。呼び止めちゃってごめんね。どこかを見て回るところだった？最初から手伝うつもりだったなんてあなたらしいね。これで展示用に準備したパネルや写真、展示物は全部かな。自分のダンスフォーメーションノートまで展示されちゃうのはちょっと恥ずかしいね。でもアクアの今までとこれからのことがギューって詰まってるノートだから、やっぱりいつも応援してくれるみんなに見てもらえるのは嬉しいな。スクールアイドル部の展示ってことで、私たちの普段の活動のこともいろいろ知ってもらえたらいいなって準備してきたんだ。ほら、例えばこの写真、衣装のメイキング写真なんだけど、どの衣装を作ってると思う？正解！この衣装ってみんな同じ柄でできてるんだけど、色やデザインが少しずつ変わってるのがアクアらしくていいよね。私の衣装のポイントはこの裾のところかな。みんな少しずつ違って個性が出てるのがお気に入りなんだ。ライブでみんなが揃うの楽しみだよ。今日の学校祭はみんなで一生懸命作ってきたお祭りみたいなものだから、私たちも最高のライブを披露して盛り上げようね。